はい、工房節の永田です。くさびと書いて節と呼びます。今回は今年買った万年筆を紹介したいと思います。と工房節は万年筆も作っております。なので個人的にメーカーの万年筆を使って、なんでこんなに万年筆がいいんだろうっていうことを考えながらメーカーのものを使ったのがきっかけで、ずっとメーカーのものを買い続けて使っております。まあ自分のも使うんですけども、やっぱり自分のをね、良くするためにはやっぱりメーカーさんのものをよく知らなくちゃいけないかなと思って、とりあえずひたすら使っております。で、一応万年筆結構高いので、バンバン買うわけにはいきません。なので毎年高いものは1本ですよということで決められております。しかしサファリだけは別枠です。あれは本数に入りません。というわけで今年の1本ちょっと上げていきたいと思います。今回はこちらの方、ペン&メッセージさんの方で買わせていただきました。ちゃんと皆さんこういう開けるところからやって編集するんですけど、僕できませんので一発撮りです。今回買った万年筆はレオナルドさんのですね、まあもうこの時点で多分中何かっていうのはほとんど結構僕のことを知っている方は分かっていらっしゃると思うんですけど、まあ想像通りです。こちらですね。ピン。フェリーチェですね。これの日本限定色の一つ、カプリオレンジです。そう、初めてレオナルドさんのやつを買いました。もともとね、デルタさんの後の会社だということはお聞きはしてるんですけども、まだね使ったことないので、それここにこのオレンジが出たということで、もう今年はもう絶対これだと決めておりました。ペン&メッセージさん、ご少々ついております。では早速、よいしょ、ペン先は金色ですね。今回こちらの方は EF です。一番細いのを今回は使っていこうと思っております。コンバーター式ですね。入れるインクはやはりまだ自分で使ってない、やっぱりこのインクを入れていきたいと思います。よいしょ。初めてなのでね、一度吸い上げて一度戻します。で、そしてまた、入りが悪かったですけど、まあ今回はちょっとこのまんまいきます。よいしょ。
中身でふかしてもらいました。そしてはめていきます。よいしょ。レオナルドさんです。あ、来ましたね。うん、いい感じです。おお、いいですね。柔らか、ちょっと柔らかめですね。なんかデルタさんの時よりもちょっと柔らかい感じがします。まあ、EF なんですけど、やっぱり海外のやつですね。やっぱちょっと EF といってもちょっと太めかなっていう印象ですね。いいですね。まあこんな感じですね。いいですね。やっぱり黒にオレンジも良かったんですけど、白にオレンジもまたいいですよね。まあ、オレンジバカなので、まあ、オレンジ大好きになっちゃいましたね。またその辺のお話はね、また暇な時でも聞いてください。まあ、こんな感じですね。おー、またなんかの際ね、一筆線いつも書くんですけども、今は中屋さんのピッコロで、色はちゃんと黒で書いているんですけども、いきなりね、初めての方にちょっとオレンジの字で送るっていうのはちょっと失礼に当たるということもあって避けていたんですけども、もう動画で紹介しましたので、一筆線もこのまま雪オレンジを使って書いていきたいと思います。これからね、こいつを、主力でエースとして1年間使っていきたいと思います。そして言っておりました、今年の1本を入れるためのコンプロットですね。黒柿の縮み木、触れなかったらと思ったんですけど、その前にねちょっとぶつけてしまって、ちょっと傷がいったりとかしてしまったので、もう自分のものになっております。ついでなのでコンプロット、どうやって万年筆入れていくか、最初こういう形で販売しております。まあ順番にこちら4本入れていくんですけども、いきなり入れるのはちょっと難しいんですね。ちゃんと皮の方、そこ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 、よいしょ、よいしょ、ちゃんとねペンが入るように調整してからやってください、ね、よいしょ、よいしょ、ね、よいしょ、まあいいですね。やっぱりエースは一番取りやすいところ、ここですね。ここに1本インクが入ってるのを入れていきます。あと4本入れるんですけども、では2本目、よいしょ、よいしょ、3本目、よいしょ、よいしょ、4本目入るのかな、意外に。お、バッチリ、がっつり
ギリギリ4本入りました。わー、壮観ですね。よいしょ。ミクが入ってるのはこれ、EF ですね。ちなみに、4本ね、なんで入ってるかっていうと、全く同じものって思うと思うんですけど、違うんです。全部ペン先の太さが違います。まあ、こちらが EF で F、M、B となっております。これで全字幅が揃ったわけですね。はい、ありがとうございます。アホだというツッコミを受けましたね。はい、その通りです。もう病気ですね。アホですね。もう重々承知しております。木の方で、木の方でもね、病気持ち変態ってよく言われるんですけども、こっちのオレンジの方もね、もう病気で変態ですね。はい、罵ってください。はい、ちなみに今回はこちらの方ペンアンドメッセージメッセージさんで買わせていただいて、あとは竹内文具店さんで買わせていただいて、そして今後お付き合いが広がっていく川崎文具店さんで買わせていただいて、1本はねちょっとまだ糸江さんに本当は頼んだんですけども、糸江さんまだ取り扱ってない時だったのでちょっとダメだったので、今回は知り合いのいる書斎館さんの方で1本買わせていただきました。まあ、そんな感じでね、公募せずね、取引先からオレンジのペンが出ると、まあこういう感じで買うようにただいまなっております。はい。で、買うとき、こっちにギューッと押してください。一応こちらの方が広いんですけども、どうしてもね、ここが当たってしまうとここからめくれていくので、中にグーッとした状態でやっていただければ大丈夫だと思います。このプロットこういうデザインになっています。こちらの方、こちらがね手前で上になります。こちらの方持っていただいて開くと、ここ指を挟まないデザインになってるんですね。ここはまっすぐですと指がここに入らないですね。結構万年筆4本入れると重たくなります。ましてや10本とかはすごい重たいですので、やっぱりちゃんとグッと持っておきたい、そういう風なのでこういうデザインになっております。こちらの方はね、衣装登録されてますので、あと10年ぐらい僕と D クラフトさん、そちらの方でね使っていけるデザインとなっております。他の方がねやるのはちょっとまずいので、もし使われる方がいらっしゃいましたらね、ちゃんと聞いてロイヤリティを払って使うようにしてください。では今回、今年の万年筆レオナルド、フェリーチ、カリブレッジの方ですね、紹介いたしました。またよろしくお願いします。